今日例えば、本当に1日弱という昼間だけみんなが集まって街歩きそのものはもう3時間ないぐらいで、さんさん商店街とあと近くの仮設住宅を回らせていただいたんですけども、結果としてもう先ほどでも地図のデータ入力終わったので、もう世界中の人たちが今さんさん商店街の全ての店舗の情報がインターネット越しにもう分かる、営業時間も分かる、どんなお店なのか電話番号も分かるというようなことができちゃったいうことです。で、こういったことを僕らはどんどんリアルタイムにやってきて、今の例えば南三陸をちゃんと記録したい、でまたしばらくすると変わってくるのでまたその状況もちゃんと記録していくという、その復興の過程を地図に記録するということがやっぱりこのプロジェクトで一番大事なことかなと思っています。まあ、自分としてはここに来るのは初めてで、まあ、もっとこういろんなところに歩いていくのかなと思ったら、ちょっと商店街の中っていうことだったので、最初はなんかそんなに時間もかからないんじゃないかなとか思ったんですけど、まあ、意外とお店が入ってて午前中いっぱい使ってしまって、でそこから階段を上がって、まあすごいきつい階段を上がったんですけど、やっぱりすごい自分たちでマッピングしてるなっていう実感がすごい湧いてきました、ね。まあ、いろんなイベントに言えるんですけど、やっぱりコミュニケーション能力とか人と関わるのがすごい大事だなと思ってて、でその中でも今回はいろんな人と、その場所を歩いてコミュニケーションを直接取って地図を描いていくっていうことだったので、すごいコミュニケーション能力を今回鍛えられたと思うし、自分自身楽しかったので今後もこういうイベントには積極的に参加していきたいです。南三陸だけではなく、例えば塩釜であったり、まあ他の地域にもどんどん広げていきたいなと思っています。まあ、そういった意味で本当に宮城でも、南三陸は2番目で、これからどんどん広げていく本当に最初のまた一歩なのかなというふうに思っています。